照明に火が灯りました。ナイトゲームまもなくスタートです。神宮球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対横浜 DeNA ベイスターズの13回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、西さんは現役時代数多くのピッチャーと対戦されたわけですが、苦手なピッチャーのタイプというのはいたんですか？まあやっぱりね、シュートピッチャーっていうのは苦手でしたね。なるほどね。まずはスワローズの先発スアレスが神宮球場のマウンドに上がります。どんなピッチングをしてくれるんでしょうか。里崎さん、リズムに乗るためにも先頭バッターをしっかり抑えたいですよね。まあやっぱりこの先頭バッターをしっかり抑えることが重要になってきますからね。はい、初球わずかに外れてボール。これが2球目。この球は外れています。ボール先行です。打ちました。大きな打球になった。センターバック、センターバックする、センターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあスワローズ先制のピンチです。やはり先に点をやりたくないのでね、ここは集中ですよ。そうですよね。さあそのマウンド上のスアレス、このピンチをどう切り抜けてくるのか。初球は何から入ってくるか。まあここは厳しいところでストライク。バントしました。スアレス一塁へ、アウト、ワンアウト。送ってきました。送りバント成功です。ワンアウトランナー三塁です。ここは三振を取りたいですよね。なるほど。さあどういうリードをしてくるのか。初球ストライク。バッターボックスの宮崎、今シーズン得点圏での打率は3割2分6厘となっています。こうなったら三振狙っていくでしょうね。このピンチ空振り三振に切って取りました。これで犠牲フライがなくなってだいぶ楽になりましたね。はい、三振で2アウトとなっています。キャッチャー今のはいいリードだったと思いますよ。まあまだ得点圏のランナーを置いた状態ですから、無失点でこの回を追いたいですね。そうですね。さあこの場面で打席には4番の筒香が入っています。際どいコースですが外れました。ワンボールです。外、高め決まってストライク。次が3球目。インサイド打ち上げました。打球はライトへ。最後はライトフライ掴んで3アウトです。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったベイスターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。1回の裏、これからスワローズの攻撃が始まります。スワローズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますベイスターズはご覧のような守備陣です。サード宮崎、ショート山
ベイスターズマウンドに上がるのは先発の浜口。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。バッターは坂口。昨日のゲームでは無安打に終わっています。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球ストライク。得意のボールでストライクを取りました。内へ持ってきましたが外れました。あっとデッドボールだ。当たってしまいました。もろにバッターにボールを当ててしまいました。あ、今やはり怪我が重いんでしょうか。交代のようです。スワローズがダイソーを送ります。ファーストランナーは塩見。長打でランナーが帰れば先制です。さあ一塁に先制のランナーを置いています。バッターは川端。まあ送るとしたら彼がきっちり決めてくれるでしょうね。なるほど、そうですか。まあ牽制のうまいピッチャーですからランナーは要注意ですね。そうですね。初球大きく外れています。ここはファーストランナースタート。キャッチャー送球して盗塁成功。きっちり盗塁を決めてきました。いや本当足早いですからね。これでアウトを増やさずに一打先制のチャンスになりました。送ります。取りました。一塁送球アウト。ワンアウトです。送りバント成功。ワンアウトランナー三塁です。ここは少なくとも犠牲フライは打たないといけないですね。初球はストライク。ストレートが決まっています。外へ持っていきましたが入りません。打ちました。ピッチャーゴロです。一塁送球ツーアウトになりました。つながらなかったですね。まあ、まだチャンスは続いていますんでなんとか得点につなげていきたいですね。そうですよね。さあこのチャンスでバッターボックスには4番の山田が入っています。初球から振ってきましたがうまく変化球でかわしました。バッターの山田、今シーズンの得点圏打率は3割3分9厘となっています。いやー4番らしい頼もしい数字ですね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。あ、そうですか。このクロスファイヤーは効果的ですよね。インコースストレート、際どいところに決めました。ワンボールツーストライクです。見送ってボール。打ちました。伊藤、一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったスワローズですがそのチャンスを生かせませんでした。2回の表ベイスターズの攻撃。バッターは注目のルーキー伊藤。昨日のゲームで見事なホームランを放ちました。しっかり勝利に貢献しましたよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。さてスワローズの先発はスアレス。
ここまで4試合に登板。打ちました。セカンドうまくさばいてアウト、ワンアウト。バッターボックスには6番大和スアレス。まずは先頭バッターを打ち取っています。さあまず1球目打ちました。セカンドが取る。アウト、ツーアウト。バッターは7番に入っている伊藤。今シーズンここまでホームランは1本。ツーアウトランナーありません。この回のスアレス、たった2球でツーアウトにしています。そうですね、まあ省エネでねピッチングできてますからね。はい。さあ次のバッターはどうなるか。改めてお聞きします、この伊藤どういうバッターなんでしょうか。まあ、バントがうまい職人タイプのバッターですね。そうですか。インサイド落ちました。これはどうだ。取った。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。0対0同点です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。スワローズの攻撃、5番バッター雄平。今シーズンここまでホームランは6本。スワローズ0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですね。ファウルになります。今のはバッターよく見ましたよね。はい。変化球わずかに外れてボール。大きく外れました。この球は落としましたが決まりません。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。変化球空振り、ワンアウトです。6番バッター西浦、昨日のゲームではマルチアンダーを記録しています。いいところで打ってましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。浜口、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。取りました。一塁へ送ります。ツーアウトになりました。バッターは7番に入っている荒木。昨日のゲームでは無安打に終わっています。ツーアウトランナーありません。これが1球目。初球ストライク。さあ2球目は何か。インハイ決まっています。あっという間に2ストライクです。さあ外してくるのか。打ちました。これはセカンドライナー。この回スワローズ三者凡退です。2回終了0対0同点です。里崎さん、ここまで両ピッチャーともに素晴らしい立ち上がりなんですがいかがでしょうか。まあそうですね、お互いに理想的な立ち上がりですよね。本当にそうですよね。素晴らしいピッチングが続いています。ライト方向を流しました。ライトへ打球伸びる。ライトが取りました。ワンアウトです。ピッチャーに打順が回って先発の浜口がバッターボックスに入ります。
まあ少し不安な球種とかをここで試してみてもいいかもしれませんね。そうですね。これが初球。初球ストライク。外れましたか。いいボールでしたけどね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。3球目は何で来るか。アウトコース外れました。さあ4球目は何か。低めに来ました。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。次が5球目。ボールになります。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。これはバット出ず三振です。打順はトップに帰って梶谷。さっきはツーベースを打たれましたからね。ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。マウンド上のピッチャーはスアレス、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。低めの球ストライク。ノーボールツーストライクです。惜しいボールでしたね。膝元変化球がわずかに外れています。次が4球目。打ちました。これはどうか。ショートの左抜けました。これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターボックスには神里。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。セーフ。盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。これでワンヒットで先制ですから、もう少しランナーを引っ張った。弾き返した打球はライトへ。雄平が掴んで3アウトです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったベイスターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0同点です。西さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか。そうですね、主導権を、ね、早めに取りたいですよね。さあどちらがその主導権握るんでしょうか。高め打ちました。伊藤が抑えています。ワンアウト。次はピッチャーの打順ですが、先発のスアレスがバッターボックスです。まあ打てないにしてもね、球数投げさせるくらいはしておきたいですね。そうですね。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。次が2球目。打ちました。高いバウンド、ファーストゴロ。中井一塁そのまま入ってアウト。バッターはダイソーから起用されている塩見。ツーアウトランナーありません。この回のスワローズ打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。まあ積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどもね。はい、そうですよね。最初は変化球できました。
2球目打ちました。ここはフライになっています。セカンドが落下点に入ります。取ってスリーアウトです。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。3回終了0対0同点です。回は4回の表に入っています。 DeNA ベイスターズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。宮崎がバッターボックスに入ります。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。スワローズ得点に動きはありません。0対0で4回を迎えています。さあ里崎さん、まずは先頭バッターですよね、ま、2球目打ちました。この当たりはどうか。スタンドには届きません。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。そしてこれが今シーズン20本目のツーベースヒットということになりました。ここはうまく打ち返されてツーベースヒットになりました。さあスワローズ先制のピンチを迎えています。まあここはしっかり抑えることで流れも変わってくるでしょうからね。なるほど、そうですね。まあそしてパワーのあるバッターが相手ですから一発だけは避けないといけませんね。はい、さあここを切り抜けられるでしょうか。2球目は何で来るか。打ち上げた。ここはフライになっています。セカンドフライ抑えてアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。まあここで攻撃の流れを切っておきたいところなんですよね。まあただチャンスに強いバッターが相手ですからね。初球の入りは気をつけた方がいいでしょうね。その警戒すべき伊藤がバッターボックスです。ファウルボールです。これが3球目。外角高めへのストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。ストレート打った。サード取った。一塁アウト。ランナー二塁はそのままです。さあそしてバッターボックスには大和が入ります。さあツーアウトながらまだピンチは脱していません。まあやはり先制されるのは避けたいですからしっかり集中したいですよね。なるほど、そうですよね。バッターボックスの大和、今シーズンレフトへ持っていった。ワンバウンドヒットになった。バックホームする。レフト前ヒット。スワローズさらにピンチが続きます。これで一塁三塁とされています。ここからどう動いてくるでしょうか。まあこれはいいバッティングされましたね。さあそして打席には伊藤が入っています。さあなおもピンチが続きます。向こうの攻撃がいい流れになりつつあるんで、一二塁間ライト前へ抜けていく。ボールは中継。サードランナーホームイン。ベイスターズ先に点を取りました。1対0スワローズ。さらに二塁一塁のピンチが続きます。ここは抑えておきたかったんですがタイムリーを打たれてしまいました。まあもう少し慎重に行きたかったですね。タイムリーで先制点を奪われています。ここで離されたくないですからね。さあこの場面でバッターボックスには8番の中井が入っています。ここは慎重に投げていきたい。ストライクを先行させていきます。追い込みました。さあ3球目は何か。空振り。ここはランナーを変えさせません。この回点は取られましたがここで食い止めました。しかしこの回ベイスターズついに均衡を破りました。1対0ベイスターズ先制です。ヤクルトスワローズ4回裏の攻撃になります。バッターは2番川端。スワローズ1点ビハインドで迎える4回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。まだ1点差ですからね。
この回でしょうね。そうですね。これが2球目、変化球が決まりました。打ちました。ショート取った。アウト、ワンアウトです。打順は3番青木。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。さっきはいいところで打てませんでしたからね。ここは切り替えていきたいですよね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。ちょっと攻めあぐねているので、なんとか出塁して彼の機動力を生かしたいところですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。まあ今のはよく見ましたよね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。振り遅れてますね。打ちました。ヤマト。アウト、ツーアウト。さあバッターは山田。この打席でホームランを放てば今シーズン20本。まず打ちをついてきました。さあ2球目は何か。今のはよく我慢しましたよね。はい、ストレートわずかに外れてボール。ボール先行です。変化球が低めに外れます。ストライクが入りません。ここは1球見ました。次のボールは見ていくタイプと狙っていくタイプに分かれますね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。打った、打った瞬間確信したか。ぐんぐん打球が伸び入った。ホームラン。同点のソロホームランです。スワローズ、これでホームランダービートップとの差は3本。フルカウントからのストレート、しっかり踏み込んで引っ張った打球、スタンドに放り込んでいます。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。今のバッティングご覧いただきましょう。ナイスバッティングですね。試合は振り出しに戻りました。バッターボックス、雄平。スワローズホームランで同点としています。西さん、ここはもう1点得点が欲しいところです。打ちました。取った。判定はアウト。3アウトチェンジです。しかしこの回スワローズ貴重な得点が入りました。4回終了1対1、スワローズ同点に追いつきました。里崎さん、中盤に差し掛かって同点です。この後の展開、どのようなところがポイントになってきますか？次にどちらのチームが1点取るか、そこが一番の注目ポイントですよね。そうですね。次の点、どちらに入るんでしょうか？インハイ、決まっています。入れてきました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。引っ張った。
打球はライトへ。この打球はフライになっています。ライトが取りました。打順は1番に帰ります。バッター梶谷、今日はここまでマルチ安打を記録しています。そろそろ抑えておかないと手がつけられなくなりそうな気がしますね。そうですね。スアレス、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはスワローズがスアレス、そしてベイスターズが浜口、この2人の投げ合いとなっています。さあ初球は何か、打ちました、ピッチャーゴロ、一塁アウト、スリーアウトです。この回ベイスターズ三者凡退です。1対1同点です。西さん、中盤に差し掛かって同点です。この後の展開、どのようなところがポイントになってきますか。まあとにかくね、ミスをしないということですよね。ミスをした方が負ける、それもよく言われるところです。高め打ちました、これはどセンターに抜けました。先頭バッター出ました、スワローズノーアウトランナー一塁です。リプレイでご覧いただきましょう。さあ一塁には勝ち越しのランナー、バッターは荒木。思い切ってエンドランを仕掛けてみてもいいかもしれませんね。さあランナーをどう生かしてくるか。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。3球目引っ張った、これはどうか、レフト前ヒット、スワローズチャンスになりました。ノーアウトランナー二塁一塁、ここはうまく打ち返して出塁していきました。いやそれにしてもうまく引っ張りましたね。さあスワローズ勝ち越しのチャンスを迎えています。ここで勝ち越してチームに勢いを与えたいですね。なるほど、そうですね。まあただちょっとチャンスで打てていない場面も見られますから、ここは打ってほしいですね。はい、さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。打ち上げた、ファウルボールです。バッターの中村、今シーズンの得点圏打率、ストレート打った、お手元の内野ゴロ、セカンドが抑えた、二塁アウト、アウト、ダブルプレイ、ツーアウトランナー三塁と変わります。さあバッターボックスには先発のスアレスが入ります。まあベンチとしても今日の調子ならまだ活かせるということでしょう。そうですね。初球から打っていった、掴んでスリーアウト、勝ち越しは許しませんでした。勝ち越しのチャンスがあったスワローズですが、そのチャンスを活かせませんでした。5回終わって1対1同点です。ここまでのハイライトです。まずは1回の表、ランナーを3塁に置いて三振を奪います。ピンチをしのぎます。このピンチの場面、ヒヤッとしましたが外野フライ、先制を許しません。裏の攻撃、ランナー3塁のチャンス、しかし内野ゴロに打ち取られます。先制とはなりません。3回の表、ピンチの場面だったんですが外野フライに打ち取ります。なかなかゲームが動きません。回は4回に入ります。先制のランナーを置いて7番伊藤、その初球をしっかり弾き返します。スワローズ先手を取られます。
しかしスワローズすぐに反撃に出ます。ランナーのいないこの場面、4番山田、ピッチャーの勝負球を捉えました。スワローズ一振りで同点とします。5回の裏、ランナーを三塁に置いて、しかし凡退、勝ち越すことができません。配球表をご覧いただいています。今日はストレートが多くなっています。直球で押し込んでいる、そんな印象です。神宮球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。 DeNA ベイスターズ、打順よくこの回はクリーンアップから始まります。バッターは宮崎。さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね。ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。スワローズ同点で迎える6回です。アウトコースは外れます。内へ低めの変化球、追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました、痛烈。これはどうだ、ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。ご覧いただきましょう、非常に速い打球でした。まあ完璧に捉えられてますからね。さあ、そしてバッターボックスには筒香が入ります。ここは気をつけたい打順ですよ。さあ、一打勝ち越しという場面、ここは我慢のしどころですね。しのいで流れを呼び込みたいですね。なるほど、そうですよね。ストレートで空振りを取ってきます。まあここはボールになることを恐れずに厳しいところに投げたいですよね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。3球目は何で来るか。変化球打った、ショート取った、一塁アウト。ランナーは変わらず二塁です。さあ、そして打席には伊藤が入っています。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、ピンチは続きます。ここをこのまましのぎきれれば流れが変わるかもしれませんね。なるほど、そうですね。それほど厳しくないコースのストレート、あっさり見送りました。ここはあっという間に追い込んでいます。ここは見ます。4球目は何で来るか。このピンチ見逃しで三振を奪いました。まあここは2アウトになったんで、だいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、三振で2アウトとなっています。ランナー2塁は変わりません。まあ今の組み立ては狙い通りでしょうね。ええ、でもまあ次のバッターはチャンスに強いですからね。彼の裏をかくような配球で攻めたいですよね。そうですね。さあ、気をつけていきたい。大和が打席に入っています。高め見送ってストライクです。一二塁間、グラブ弾いた、ボールを拾って一塁アウトでスリーアウト。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。勝ち越しのチャンスがあったベイスターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。1対1同点です。
配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の裏、スワローズは代打を送ります。バレンティンが打席に入ります。スワローズ同点で迎える6回の攻撃です。初球打ち、これはどうか、アウト、ワンアウト。打席には2番バッター川端、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました、ボールになります。次が2球目、まっすぐで空振りを取ります。落ちるボール決まりました。ワンボールツーストライクです。見逃し三振、ツーアウトになりました。打席には3番バッター青木、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。インサイド変化球決まっています。2球目打ちました、これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、筒香が掴んで3アウトです。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。6回終了、1対1同点です。里崎さん、今日はここまで素晴らしい投手戦になってますね。そうですね、まあ本当に両投手いいピッチングしてますから、お互い一歩も譲らない展開ですよね。見応えありますね。はい、この展開どこまで続くんでしょうか。打ちました、高いバウンド、ショート前に来る、アウト、ワンアウトです。打順は8番中井、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。スアレス、まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目は何で来るか、変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク、ボールになります。インコース打ちました、ライン際、フェア、フェアです。中井、今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウトランナー一塁となりました。ここはうまく引っ張られてしまいました。まあこれはいいバッティングされましたね。さあこの終盤、一塁には勝ち越しのランナーです。そして打席にはピッチャーという場面です。まあバントでいい場面ですね。送ってきた、三塁方向、サード取った、一塁アウト、見事送りバントを決めました。ツーアウトランナー二塁です。さあスワローズ、勝ち越しのランナーを背負った場面です。この場面の1点は大きいですからね。丁寧に攻めてほしいですね。うん、そうですよね。まあこの状況としては嫌な相手を迎えてますから、キャッチャーはリードには気をつけたいですね。はい、さあこのピンチ切り抜けられるでしょうか。バッターボックスの梶谷、今シーズン得点圏での打率は3割6分5厘となっています。さてバッターボックスの梶谷、どういったタイプの、右中間へ、いいところに上がった、
ワンバウンドヒットになった。勝ち越しのランナーが三塁を回った。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。ベイスターズ勝ち越しました。2対1になりました。スワローズさらにピンチが続きます。抑えたかったんですが、この場面で勝ち越されてしまいました。そうですね、厳しい展開になりましたね。この終盤でリードを奪われます。スワローズ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の石山。2番バッター上里。スワローズこの回1点を失っています。さあ勝ち越しを許し、なおも得点圏にランナーを背負った場面。相手打線が勢いづいてきてるんで、これ以上乗せないように食い止めないといけませんね。そうですね、ここで切っておきたいところ。これが2球目。思わずバットが出たような形です。すぐに追い込みました。これが3球目。インコースの変化球見ています。外へ持っていきましたが入りません。外のボール打った。この打球はフライになっています。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回ベイスターズ貴重な得点が入りました。2対1、ベイスターズが1点リードと変わっています。さあそしてここからはラッキーセブン、スワローズの攻撃に入ります。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。初球は何で来るか。初球空振りです。さあ2球目は何か。痛烈、これはどう。三遊間抜ける。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。いやそれにしてもうまく引っ張りましたね。さあノーアウトで貴重な同点のランナーを置いています。バッターボックスには雄平、そして塁上には俊足の山田。センターへ、ここは打ち上げています。掴んでワンアウト。ワンアウトランナー一塁となりました。さあこの同点に追いつきたい場面で一塁にランナーを置いています。バッターは西浦、そして一塁ランナーは俊足の山田。まあ彼が塁上にいる時の効果は絶大ですからね。ああやはりそうですか。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ランナースタート。キャッチャー送球してセーフ。盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。見事に盗塁を決めた場面です。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。この盗塁大きいですよ。一打同点のチャンス。いい当たり抜けた。セカンドランナー帰れば同点。レフト前ヒット。これで2試合連続のマルチヒット。これでサードまでランナーが進みました。まあそうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。さあそしてバッターボックスには荒木が入ります。さあチャンスが続きます。まあこの場面でしっかり追いついて勝機を伺っていきたいですね。なるほど、そうですよね。
走ってきた、スクイズだ、一塁方向、ピッチャーが抑えた、一塁アウト、荒木きっちりとスクイズを決めました。試合を振り出しに戻しました。ご覧いただきましょう、鮮やかなスクイズで同点としました。そうですね、リードしてれば無理もしないんですけどね、どうしても得点が欲しい場面ですから。ここでスクイズが成功、追いついています。ナイススクイズでしたね。さあ、そしてこのチャンスで打席には8番の中村が入っています。高めに大きく外れています。ボール先行です。さあ3球目は何か。変化球を狙ってたんでしょうかね。そうですね。右に切れてファウル。振り遅れてますね。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。三振で攻撃を終えました。勝ち越しのチャンスだったんですが、得点には結びつきませんでした。なかなかね、ボールを絞りきれていませんね。しかしこの回スワローズ貴重な得点が入りました。7回終わって2対2、スワローズ同点に追いつきました。8回の表、 DeNA ベイスターズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。宮崎がバッターボックスに入ります。さっきはツーベースを打たれましたからね。ここはしっかり低めにコントロールして打ちました。セカンド取る、アウト、ワンアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。やはり一発を警戒するリードになりますかね。基本的には低め中心に攻めたいですよね。なるほど、そうですか。最初は変化球できました。低めはボール、ボール先行です。ここはバッターがフルスイングしてくるカウントですね。なるほど、そうですか。外への変化球、これが4球目。打ちました。ショート取った。ツーアウトになりました。バッターは5番伊藤。今日はまだ当たりがありません。前の打席はいいリードでしたよね。ですから今度はバッターが何を狙ってくるかですよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。高めに決まりました。次が3球目。インコース決めました。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。インサイド変化球外れます。インサイド落ちました。これはどうだ。ワンバウンドヒットになりました。これで3試合連続安打。ツーアウトランナー1塁。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。完璧に捉えられてますからね。さあここでベイスターズ代走を送ります。ファーストランナーは関根、長打でランナーが帰れば勝ち越しです。バッターボックス大和、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。
ヒットでランナーを一塁に置いています。次が2球目。まあ走ってくるなら早いカウントだと思いますけど、来ませんよね。はい、ここもランナーは動きませんでした。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。この盗塁は痛いですよね。これサード難しいバウンドをさばいて一塁へ、一塁アウト、これでスリーアウト。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。勝ち越しのチャンスがあったベイスターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。2対2同点です。8回の裏、ベイスターズに選手の交代がありました。ただいまの回に代走いたしました関根に代わりまして、8回の裏、ここでスワローズ代打を送ります。バッターボックスには代打の村上。スワローズ同点で迎える8回の攻撃です。西さん、先頭バッターとしての役割を果たしたいところだと思うんですが、いかがでしょう。まあチャンスがあるとすればこの回なんですけどね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。際どいコースに送ってストライク。スライダー決まってストライク、あっという間に2ストライクです。3球目は何で来るか。いい当たり、これはショートの横抜けた。ベンチの期待に応えました。ノーアウトランナー一塁です。ここは綺麗に流していきました。いやここはね、うまくバットが出ましたね。いいバッティングでしたね。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。まあここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど、そうですか。低めの際どいところですが外れています。さあ仕留められるか。変化球打った、ショートが抑えた、二塁へ送球、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ。2番バッター川端、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきは見送っての三振でしたよね。はい、今度は積極的に振っていってほしいですよね。そうですよね。スワローズダブルプレーでランナーなくなりました。打ちました、ボテボテ、ヒューマ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回スワローズ結局3人で攻撃を終えています。8回終わって2対2同点です。これから9回ベイスターズの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。マクガフがマウンド上に上がっています。
ちりと抑えていきたい場面での投入です。里崎さん、こういった展開ですとキャッチャーも相当なプレッシャーがかかっていると思うんですが、いかがですか？この展開でプレッシャーかかってるようじゃダメですよね。そうですね、そのあたりさすがプロという感じですね。ストライクになります。ファウルになります。外、これは外れます。打ちました。西浦アウト、ワンアウトです。バッターボックスは8番中井、先ほどの打席でヒットを放っています。ワンアウトランナーなしです。インサイド見送っています。ストライクです。力のあるストレートですよね。インロー、指にかかったストレートで空振り。ワンボールツーストライクです。打ちました。一塁線落ちてフェア。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。ご覧いただいています、ここはうまく打ち返されてしまいました。さあ、この終盤で勝ち越しのランナーを一塁に背負います。そしてバッターはピッチャーの浜口。まあここは送らせるんじゃないですかね。はい、さあ送ってくるか。2球目は何で来るか。ここもバントの様子も見送っています。警戒しているのか、ボールが2つ先行しています。これが3球目。送りバントだ。右方向へ転がした。ピッチャー取った。一塁アウト。きっちりと送ってきました。ツーアウトランナー二塁。打順はトップに帰って梶谷。スワローズツーアウトながら送りバントで進塁を許しています。さあ、一打出れば勝ち越しを許してしまうという場面。初球はストレート決まっています。力のあるストレートですよね。はい、ストレートが決まっています。ストライクを先行させていきます。追い込みました。さあ、外してくるのか。インサイド打った。ショートの左取った。一塁送球。一塁アウトでスリーアウト。さあ、ご覧ください、先ほどのプレーになります。勝ち越しのチャンスがあったベイスターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。2対2、同点です。9回の裏、ヤクルトスワローズ、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは青木。今日はまだ当たりがありません。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。スワローズ同点で迎える最後の攻撃です。西さん、最後の攻撃、何としても塁に出たいですよね。まあここはね、確実に行きたいです。ジャストミート。難しいバウンド、ショートうまく取って、一塁アウト。打順は4番山田。先ほどの打席でヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました。
これが2球目。ストレート打った。センター前抜けていく。センター前ヒット。これで3安打猛打賞。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。さあ一塁にはサヨナラのランナー、バッターボックスには雄平、そして塁上には俊足の山田。マッカストレート打った。ボテボテの当たり。二塁送球。二塁アウト。ランナーは変わらず一塁です。バッターは6番西浦。先ほどの打席でヒットを放っています。ゲッツー崩れでランナー残りました。さあ2球目は何か。これはバットが泳ぎます。ノーボール2ストライクです。インサイド打った。ショートの左掴んだ。一塁へ。一塁アウト。これで3アウト。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。9回終わって2対2同点です。痺れる場面での登板となりました。スワローズの守護神五十嵐、きっちりここはゼロで抑えなくてはなりません。さあマウンドを任されたのは五十嵐。今シーズンは26試合に登板して20セーブを挙げています。昨日に続いてマウンドに上がります。里崎さん、ここ同点での登板どのようにご覧になってますか。まあこのゲームは落とせないということでしょうね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。膝元への変化球。ノーボール2ストライク。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。低めの変化球は決まりません。インローボー、フルカウントです。ここはゾーン内で変化するボールも有効でしょうね。打ちました。この打球は落ちるか。どうだ。ヒットになった。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。ここはうまく打ち返されてしまいました。さあここでベイスターズダイソーを送ります。ファーストランナーは桑原。長打でランナーが帰れば勝ち越しです。バッターボックスには3番宮崎。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゴロを出すタイプ。走ってきた。キャッチャーは二塁へ。セーフ。盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。この盗塁は痛いですよね。これでは右中間へ持っていった。さあ面白い当たりになった。ワンバウンドヒットになった。ボールは中継。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。ベイスターズ勝ち越し。3対2。スワローズなおもピンチが続きます。警戒はしていた相手なんですが、この場面で勝ち越し打を浴びてしまいました。まあ難しい場面ではあったんですけど、この後しっかり抑えてほしいですよね。延長戦、ここでリードを奪われてしまいました。ここからの追加点は避けないといけないでしょうね。さあこの場面で打席には4番の筒香が入っています。
初球から振ってきましたが、うまく変化球でかわしました。ボールになります。ここはバッターが狙いを絞ってくるでしょう。低め打った。一塁送球、一塁アウト。ワンアウトランナー三塁となりました。さあ、そして打席にはヒューマが入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあ、ここをしのげればまだまだ分からないと思いますよね。なるほど、そうですね。まず何を投げてくるか。やはりこういう場面では安易にストライクから入れませんよね。なるほど、そうですね。里崎さん、この場面スクイズはありますか？まあそうですよね、犠牲フライよりスクイズの方がね、向いているバッターなんでね、警戒はしておいた方がいいですよね。うん、そうですか。三振を取りたい場面ですよね。左中間へ持っていった。ワンバウンドヒットになった。サードランナーがホームに帰ってきました。バッターランナーは二塁まで進みました。ベイスターズ追加点、4対2。スワローズさらにピンチが続きます。抑えたかったんですが、ここでタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。ここで非常に痛い失点となりました。ここで離されたくないですからね。まあそして勝負強いバッターが相手ですから、コースに気をつけてストライク先行できたいですね。その警戒すべき大和がバッターボックスです。左中間へ。さあ、面白い当たりになっている。ワンバウンドヒットになった。二塁ランナー三塁も回った。セカンドランナーホームイン。ベイスターズ追加点を挙げました。5対2。スワローズなおもピンチが続きます。抑えたかったんですが、ここでタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。そうですね、厳しい展開になりましたね。ここで非常に痛い失点となりました。バッターボックスは7番伊藤。スワローズこの回3点を失っています。さあ、再度の勝ち越しを許し、なおも得点圏にランナーを背負います。相手打線が勢いづいてきてるんで、これ以上乗せないように食い止めないといけませんね。そうですね、ここで切っておきたいところ。バッターの伊藤、今シーズンの低め打った、高いバウンド、サードが抑えた。一塁アウト。ランナー二塁はそのままです。さあ、そしてバッターボックスには中井が入ります。さあ、2アウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。まあここをしのげればまだまだ分からないと思いますよね。なるほど、そうですよね。次が2球目。低め、これは外れた。さあ、3球目は何か。ここは見送ります。インコース決まった、低めのボール。さあ、バッター追い込まれています。ファウルです。このフライはどうだ、落ちるか。掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回ベイスターズ貴重な得点が入りました。5対2。ベイスターズが勝ち越しに成功しています。10回の裏、スワローズの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。バリオスが2番手としてマウンドに上がります。さあ、マウンドを任されたのはバリオス。今シーズン5試合目の登板です。昨日に続いての登板となります。
サニさん、この相手をどう打ち崩していくかですよね。まあしっかり攻略したいですよ。このイニング反撃の口火を切ることができるんでしょうか。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。ベイスターズ、ここでピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がるのは山崎。さあスワローズ得点圏にランナーを置いています。ここで追い上げていけるかどうかで試合の行方が変わりますから、大事な場面だと思います。ジャストミート抑えてワンアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。バッターボックスには代打の松本。このボールは見送るのが精一杯、ストライクです。ここはバントを警戒する守備体制ですね。そのようです。次が3球目、これはインコースいっぱいに決まった。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。低め見ました、ボールです。飛ばせません。ランナーは変わらず二塁です。先ほどの投球です。低めにとにかく丁寧に投げ込まれました。さあそして打席にはバレンティンが入っています。さあツーアウトながらなおもチャンスは続きます。ここからの反撃を信じて、まずはこの初球打ち、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ホームへ、センター前ヒット、バレンティン、これが今日の初ヒット。バッターボックスの川端、今シーズン得点圏での打率は2割1分6厘となっています。まあ役回りというのもありますけど、ちょっと寂しい数字ですね。まああまり気負わず平常心でいってほしいですね。ああそうですか。外角低めのストライク、ここはあっという間に追い込んでいます。一塁ランナーを気にします。タッチもセーフ。3球目は何で来るか。よく見極めましたね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。セカンド難しいバウンドを抑えてアウト。これで3アウト、試合終了。惜しくもあと一歩及びませんでした。残念ながらヤクルトスワローズ敗れてしまいました。西さん、最後まで点差を縮めることが残念ながらできませんでした。そうですね、まあもう一息でしたね。まあもうちょっと打線の奮起を期待したいですよね。明日以降ぜひそのあたり期待したいところです。勝った DeNA ベイスターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のヤクルトスワローズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで神宮球場から失礼いたします。本日は最後までご観戦ください。